外野側からスコアボード、笠岡古代の丘スポーツ公園野球場は、岡山県笠岡市の笠岡古代の丘スポーツ公園内にある野球場。愛称どんぐり球場。施設は笠岡市が所有している。2021年5月15日に四国アイランドリーグプラスの公式戦1試合が開催された。この試合は、地元出身の藤井荒也の凱旋試合として企画され、 富士が先発して8回無失点で勝利投手となった。5、15コーチ FDA 姫 MP、四国アイランドリーグプラス、朝里市、元赤ヘルミギウでのノーヒッター、富士明かな、岡山、笠岡で、外線当番。ヤフーニュース。 https://news.yahoo.co.jp:/byline:/asasatoshi:/20210516-00238099 スラッシュ。イコール i は n l m t b n s c x v p h g q x m n z リットル アホブルックエブも MNWNZMX に LA2021 年5月16日閲覧。ありがとうございます。